畑光秀は、日本のカヌー選手。日本カヌー連盟理事。日本カヌー連盟専任コーチ。1972年ミュンヘンオリンピック。1976年モントリオールオリンピック日本代表。福井県出身。陸上自衛隊少年工科学校を経て、大正大学卒業。大学卒業後と打協定組合に就職した。1972年。 ミュンヘンオリンピックカヌー日本代表となり、中西光夫と組んだ男子カナディアンペア1000メートル敗者復活戦、敗退。1976年、モントリオールオリンピック日本代表となり、小形厚信と組んだ男子カナディアンペアの1000メートル、準決勝敗退、同500メートルは敗者復活戦で出格に終わった。引退後は指導者として活躍し、 日本体育協会公認カヌー A 級コーチの資格を取得。1980年のモスクワオリンピックから1984年ロサンゼルスオリンピック。1988年ソウルオリンピックまでカヌー日本代表コーチ。1992年バルセロナオリンピックカヌー日本代表監督。1996年アトランタオリンピックカヌー日本代表監督。 1997年、アジア選手権日本代表監督。1998年、バンコクアジア大会カヌー日本代表監督。2000年、シドニーオリンピックカヌー日本代表監督。2002年、釜山アジア大会カヌー日本代表監督。2003年、ゲインズビル世界選手権カヌー日本代表監督。2004年、アテネオリンピックカヌー日本代表監督。 日本ウェルネス専門学校副校長を経て、現在日本ウェルネス専門学校新潟校校長、日本ベースボールセキュリティ専門学校校長である。日本ウェルネス専門学校カヌーブ監督も兼任。ありがとうございます。